メリークリスマス。出てこなかったけど、本当はこれが出てきます。あ、ピュー。あ、短い。子供だって何これ、子供？メッセージが飛び出すよ。子供。食べてください。はい。いただきます。いただきます。おいちい、おいちい。なんかね、いちごのね、スコップケーキが良かったんだけど、なかったみたいでね、ティラミスにしてくれたんですけど、ティラミスはどうですか？おいちいです。おいちい、母の妹ちゃんが買ってきてくれました。ありがとう。ありがとう。ありがとう、こちゃまい。ありがとうございました。ありがとう、こちゃまい。うん、おいしい。うわ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 。さあ、どうしてこんなに早くクリスマスパーティーをやるんですか？もう少しでクリスマス。お姉ちゃん汚いから。もう少しでクリスマスだけど、うちはね、3回クリスマスパーティーをする予定です。さて、どうしてでしょう？楽しいから。ケーキを今日はたくさん食べたいからです。そっか、待ってしまった。一つして他にもたくさんね、お料理出したらケーキたくさん食べれないから、みんなケーキもたくさん食べたいということで、今日はケーキ中心の日です。次はチキンをたくさん食べるし、最後はなんだ、いろいろポテトとかね食べる日。いっぱい食べたいから3回に分けて3回パーティーをしたいと思います。イエーイ。みんなどれぐらいケーキを食べられるかな？半分は全然いくよね。もう半分ぐらいですね。残ったら父と母が食べるので安心してください。無理しないでください。食べたいから言ってみて。そう。もし全部食べられます。全部は多分食べれないよ。いくらなんて。レオくん、安心。いちごとかさ、まあいちごもいいとしても、コーンスープとか枝豆とかは甘くなってから食べた方がいいから、先はケーキ中心に食べてね。誰も喋らない。美味しいもの食べたら誰も喋らないっていうね。じゃあ顔出してね。はい。まっちゃん。ちなみに今日のメニューは、コーンスープと枝豆と、ちょっと残った玄米のおにぎりと、飲み物はあったかい緑茶です。レオくんはお腹が調子悪いです。枝豆。いや、ケーキいっぱい食べてから。お腹調子悪いとか言ってるけど、まあ食べてます。あったかいもの量は食べたほうがいい。いちご、そう、いい。すごい安かったけど、500何本で、すごい安かった。たまたま見たら広告の品みたいな。ラッキー。どうした？まだ行こう。もうね、なんかコーヒーみたいな感じ。そう。ティラミスってなんかスポンジにコーヒー染み込ませてあって、白いところは一応クリームチーズ、チーズのクリームなんだけど、で上にココア。ココアパウダー。じゃあ、レオくんお腹調子悪そうだし、うん、ちょっとまだまだゆっくり食べたいので一回切ります。はい、食べ終わりました。これしか全然残ってます。でもレオは寝てます。レオはね、ちょっとお腹痛いみたいので横になってます。それで、なんか変な、それはいいからね。じゃあまた次ね、クリスマスパーティーあと2回したいと思います。